フィンスイムはイルカの群れを見つけたらイルカの群れの進行方向の方に先回りして先に海に入ってイルカを待ち構えるっていう感じでやっていくんですね。イルカたちの進行方向に先回りして待ち構えている状況ですが、イルカがそのまままっすぐ来てくれる時もあれば、島の方、岸の方に進行方向がちょっとずれたりだとか、沖の方にずれたり、または直前で U ターンしたりっていう風に、イルカの進行方向が必ずしもまっすぐ来るとは限りません。その進行方向がずれれば、こちらがイルカの進行方向に合わせて泳がないといけなくなります。ここが結構ハードなんですね。三宅島からのドルフィンスイムの場合は大きな漁船で向かいますので、あんまり浅瀬には船を寄せれません。なのでイルカが浅瀬を泳いでいるときは少し沖の方からエントリーして浅場に泳いでいったり、あと船に上がるときもですね、沖の方に泳いでいってもらって船に上がるっていう風にしていますので、少し体力に自信のない方などは大変だと思います。皆さんが海に入ったら船頭や私のようなガイドがどんどん指示を出すんですね。右の方からイルカが来ます、もうすぐですとか、いろいろこちらから指示を出して、その指示を聞きながら水中でイルカを皆さんが探してもらって、イルカと一緒に泳ぐっていう風にしていきますので、指示を聞いてすぐ泳ぐ、指示を聞いてすぐ泳ぐっていう風になっているので、必ずこちらの指示に従って泳いでいくようにお願いします。イルカの群れに会えましたら、なるべく潜ってあげた方がイルカがこちらへ興味を示してくれるんですね。水面でバチャバチャ泳いでるだけだと素通りされてしまう場合が多いです。一緒に水中に入って泳いであげた方がイルカはこちらに興味を示してくれます。あとはエントリーの仕方になるんですけれども、船によってエントリーの仕方が変わってきますので、その日のブリーフィングをしっかり聞いていただいて入っていただくといいんですが、うちがよく利用しているお店のエントリーの仕方は船の両ヘリですね、両ヘリに分かれてまたがります。で、入っていいよの合図で皆さん一斉に海に入っていただいて、マスクが飛ばないようにしっかり押さえて肩から落ちるっていう風なエントリーの方法です。エキジットははしごをかけますので、お一人ずつフィンを吐いたままはしごに対してお尻を後ろに向けて後ろ向きで上がっていくっていう風にしています。この方法で何度か繰り返してドルフィンスイムを行っているんですね。ドルフィンスイムは野生のイルカですので、深い場所ですね、水深15メートルとか20メートルあるような場所でエントリーする場合もありますし、水深10メートル以下のところでエントリーしていく場合もあります。足のつかない水深が深いところのドルフィンスイムが怖い方は船上ウォッチングも可能ですので、船上ウォッチングで楽しんでいただけたらと思います。あと、うちのお店のレンタル品をご利用の方は必ずウエイトベルト、フィン、マスク、スノーケル、機材をですねなくさないようにしていただきたいと思います。去年もたくさんの方がフィン、ウエイトを海に落として来られました。お客様の不注意ですと噴出量がかかってきますので、必ず機材は確認して使っていただくようにお願いします。ドルフィンスイムについての説明はこれで以上になります。皆様、この動画を参考にして準備していただいて、ぜひ三宅に遊びに来てください。